こんにちは、猫倉淳です。今回紹介するのはブラッキーの SR。 こちらは EV ヒーローズというパックに入っていました。今ちょうど見えているのが通常の SR のブラッキーになります。背景には三角形がたくさん連なったようなレリーフがついていますね。そしてこちらが今回紹介するレリーフ抜けのブラッキー。背景がつるっとしていてとても美しいんですけど、今回はこのカードの特徴についての説明ではなくて、このカードを入手できたのにはあるルーティーンを続けていたからだったので、そのルーティーンを今回共有していきたいと思います。今回このカードはカードショップで見つけることができました。通常の SR と同じように販売されていたんですけど、皆さんはカードショップに着いたらカードをどんな感じで見ているでしょうか？自分はあるルーティーンを始める前はレアなカードがないかなだとか価格を見たりしていました。もちろん今でもそれは見ているんですけど、少し前にビクティニー V プロモのテキストが V バレットになってしまってるっていうエラーカードがあったと思うんですけど、いつも行っているカードショップにそのカードが情報を公開する前にあったのに買い逃してしまったっていう事件がありまして、それが自分の中で結構衝撃的で、もっとくまなくいろんな可能性を考えながらカードを見ていたら購入できたんじゃないかなとその時思いました。その後から始めたのが今やってるルーティーンで、レリーフずれ、レリーフ抜け、テキストのチェックを一通りざっと見るようにしました。もちろんレリーフ抜けというのはなかなか発生するようなことではないので、一通り見るということが空振りに終わることが通常なんですけど、それをやっていないとビクティニー V の時のように悔しい思いをするので、空振りに終わっても続けるようにしていました。それをずっと続けてきたおかげでゲットできたのが今回のこのブラッキーのレリーフ抜けになります。でここで一つ注意なんですけど、全てざっと見ると言ったんですけど、カードって同じカードが何枚かあると重なって置いてあると思います。もちろん店員に言えば見せてもらえるんですけど、膨大なカードがある中でそれを何回もお願いしていたら迷惑になってしまうと思うので、そういった時は見える範囲で確認するようにしています。重なっていてもちょっと横から見ると縁が見えたりするので、その縁のレリーフを確認したりしてチェックするようにしています。こういうふうに意識してみないと、カードが膨大にあるので見えているようで実は見えていないんですよね。やっぱり価格だとか欲しいレアカードのところに目が止まっていると思います。やっぱりこのレリーフのないカードすごく綺麗ですね。あと余談なんですけど、このレリーフ抜きのカードって表面の絵柄のところを素手で触ってしまうと指紋がすごくつきやすいんですよね。なのでもし入手したらこの絵柄のところにはなるべく触れないっていうところも気をつけてもらえるといいかなと思います。はい、今回はいつもカードショップで続けているルーティンのお話でした。このルーティン空振りに終わることが多いんですけど、レリーフズレであれば結構見つけることができますし、いつかレアなエラーカードがカードショップにあった時に見落とさずに見つけることができますので、ぜひやってみてください。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。